津軽信平は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての大名。新牧友。武奥国広前藩二代藩主。官位は、十五位下、越中守。天正十四年、道の津軽地方の戦国大名、津軽ため信の三男として誕生。母は、側室の栄原因慶長元年、父の命により、兄の信立、だて、真剣と共に、キリシタンとなった。 慶長五年、関ヶ原の戦いが起こると、津軽氏は父、ため信が徳川家康方に、兄、新ん手が石田三成方についたとも言われている。信平の動向については、ある関ヶ原合戦図の東軍、家康本人には、万字の旗が描かれており、これが、信平が家康本人に詰めていたとする一資料とされている。また、戦後数々の親石田、 西軍法的な動きなどが不問となり、父や兄を差し置いて、信平和人だけが論考助任されていること、わずかながらも上の国大官に、過剰に宣告を受けており、前述の説が真実味を増す。慶長12年、兄や父の相次ぐ死により、家督を相続した。家督相続の霊言上に、江戸へ施行した際、天界に弟子入りする。天台衆に帰へ回収して、 教義を学び、藩内に、天台囚人を混流して、天界の皇帝を迎え、布教に尽力した。津軽藩の江戸藩帝は、天貝のいる上の寛永寺そばに設けられ、後に津軽家の菩提寺新領院となる。ところが、慶長十三年、兄、新立ての維持、熊、地を要する家中一派との、家徳をめぐる争いが起こる。一時、津軽氏は、 取り潰しの危機にさらされたが、信平は江戸幕府に対して親睦策を取り、幕府人脈及び幕閣の対立を背景にしてこの争いに勝利し、海域の危機を免れたという。その後、津軽立広白熊町由派閥の粛清を行った。慶長14年には、仙台より整備が始まっていた高岡城追記の正式許可が下りる。これを受け、 五万国に満たない大名としては破格の五層の大天守をも持つ城郭を着工から一年二ヶ月という早さで、慶長16年構築し、城下に現在の広崎市につながる城下町を整備した。これは幕府は北辺警備の都合も考慮して大城郭築城を許可したとも言われている。また、天海の水番により、慶長18年に下草関宿藩主、 松平忠義の妹であり、徳川家康の幼女、満天姫を妻に迎えたことも、江戸幕府体成下での津軽氏の地位を固めた。信平には辰姫を正室としていたが、満天姫を迎えるにあたり、正室から即室に降格させている。この辰姫は、豊臣秀吉正室の高台院の幼女という身分で、あったが、ジップは、石田水成であり、幕府をはばかった措置であるとも、 幕府側から津軽家の態度を試す措置であったとも受け取れる。その後、上野国の飛び領地に住んだ辰姫は大観御前と称され、信平は三勤交代の土に尋ね、二人の仲は変わらず、むつまじかったと伝わっている。玄名五年に辰姫は、信平の長男、信義を生み、玄名六年には、満天姫も男児を生んだと言われている。慶長十九年、 大阪冬の陣に徳川方として兵を率いて参陣したが、家康は信平に江戸金番を命じた。後に、広崎藩が編纂した津軽一等氏では、津軽は北敵の厚洋服の地ルにより在国を頼むところ、なり、早速帰国に及ぶべしと帰国を命じられたことに、されている。現那2年、家康が死去し、家康を祀る日光東照宮が翌年、建立されると、 津軽家からも、東照宮勘定願いが出されたが、これが、徳川も三夜や審判を差し置いて許可される。これには幕府に影響力のあった、天界の強い意向があったと伝わる。現那五年六月、幕府は、秋国広島藩主、福島正則に津軽四万五千国への天保と、出狂、津軽家には、品濃国川中島藩十万国への天保を命じる。 内地を出した。津軽よりも中央に近い土地への転覆、国高も増えているため一見異例に見えるが、見かけの国高ではない実収入、移転にかかる諸費用、その地を離れることなどを考えると、決して割のいい話ではなかった。これに対し、信平は、移転費用年出のため佐竹義信より借財し、家中の準備をさせる旨を家臣に通達している。 また、領内から天保の際は同行したい旨の嘆願が届いているなど、かなり現実的に実現手前まで進行していたことが伺える。しかし、内事から1ヶ月も経たないうちに、津軽家の違法は取り消しされた。これは一般には、信平や家臣団、満天姫らの運動により中止となったとされているが、天外からも中止へのかなりの働きかけがあったと推測される。 この移転話が持ち上がった背景は、諸説あるが、関ヶ原の戦いでの家中に噴作に対するとがとも、未だ、豊臣家に、温情的な津軽家中に対するとがとも、幕角の派閥争いの飛び火ともされている。最終的に、福島正則が、直接、品の公位の藩4万5千国に原稿違法された。信平は、領地西部の亀ヶ丘に、 新たな城を建設することを期としていた。慶長19年の大阪の陣に出陣した際、徳川義直野中であった大道寺直秀を知り、義直と家康に恋、元那2年3月に大道寺を登用することができた。追記術に長けていたとされる大道寺を得た信平は、同年8月から亀ヶ丘に、念願の新城の築城を始めた。これが完成していれば、 現在の弘前市など、青森県西部の各地の発展具合、青森県の諸都市関係も違うものとなっていたかもしれないが、弘前城を維持したままでは一国一条例に抵触することから、新城の築城は取り留めとなった。道地は湿地帯であり、追記の際に道に木を敷き詰めたため、木作と呼ばれるようになったと伝わる。旧木造村のことである。 大道寺直秀では、当初五百国の武行職として登用されたが、後千国に加用され、藩の過労職を代々務める家となった。またこの築城の都市、亀ヶ岡石器時代遺跡が発見された。元那年代、江戸の上野には、津軽や、東道高虎、堀直寄らの屋敷があった。津軽家の上福寺御遊書略記によると、上野は、おち、並びに、東道や、 堀家の屋敷と申し込ところ、徳川家にて、御病地となされ公設、開地をもって、お取り上げと、愛生こうところ、お家の寺院、新良院、東道家の鑑賞院、堀家の領院院は、格別に待遇なされるお向き、とある。寛永2年に、天海の発意で、寛永寺が創創され、新良院は、達中として現代まで存続し、以降津軽家の墓所となる。 寛永4年9月、高岡城の天守が落雷で炎上し、内部の火薬に引火して大爆発した。天守、本丸御殿、諸屋倉を消失し、以降200年余り、広崎城に天守は存在しなかった。この事件は、信平のお番がためのぶのために、失意のうちに病死した九段のたたりである、と当時信じられた。そのため、これまで高岡と呼ばれていた半島、 翌寛永5年8月に天外が天台密教での覇者の方から名付けた広崎と改めた。以降、藩名も広崎藩と呼ばれるようになった。新マキらは広崎の町づくりだけではなく、領内各所の開発を行った。寛永元年には、道の区湾の奥に青森港の港湾施設及び町を構築し、江戸から上方、江戸との交易ルートを整備した。 この青森以降が、現在の青森県庁所在地である、青森市となった。その他領内の神殿開発、農地整備、新規人材登用も、積極的に行い、広崎藩の基礎を整えた。寛永8年1月14日、江戸藩邸にて死去した。去年48、子女は旧南四女と伝わる家康養女である、満天姫との子。 信秀など十人近い男子に恵まれたが、後を継いだのは、た姫の子、つまりは、石田三成の孫である長男の真偽であった。これは長男であることや信平の強力な意志によって、審議後目と定められたと伝わっている。ありがとうございます。